ここからはセカンドステージに突入だ。犯人グループのアジトを突き止めたものの、入り口にはダイヤル式のロックがかけられていた。どうやら彼らは留守のようだが、彼らのアジトの入り口にあるダイヤルロックを開いてくれ。正解。ここからはサードステージに突入だ。予想していた通り、犯人グループはアジトにはいなかった。しかし、中には盗まれた品物を収めた金庫がある。ダイヤル式のロックがかけてあるが、さっきの無線から声がしてるみたいだぜ。あの金庫の鍵は大丈夫だ。あの英語なら誰も開けれやしねえよ。それに俺たちは覚えやすいだろ。しかしだ、橋に行くほど簡単になるっていうのは。彼らの会話から考えると、アルファベットは橋に行くほど後ろの文字になっていくみたいだな。彼らの金庫にかけられたダイヤルロックを開いてくれ。正解。ここからはフォースステージに突入だ。金庫の中にはいくつかのトランクが入っていた。それぞれ違った種類のダイヤルロックがかけてあるみたいだぞ。一つ目のトランクは4種類のトランプマークを合わせる形式のダイヤルロックだ。さっきの無線から声がしてるみたいだぜ。心配するな。万が一金庫が開けられたところで、あのトランクは絶対に開けねえよ。それに俺たちも覚えやすいな。ルーレットみたいになっていてさ。彼らの会話から考えると、色の同じ2つは隣り合ってないみたいだな。彼らのトランクにかけられたダイヤルロックを開いてくれ。
OK。 ここからはフィフスステージに突入だ。2つ目のトランクは4種類の矢印を合わせる形式のダイヤルロックだ。さっきの無線から声がしてるみたいだぜ。そうだ、矢印をたどっていくと元の位置に戻るってわけだな。覚えやすいだろ。彼らの会話から考えると、すべての矢印をたどると最初と同じところに戻るみたいだ。彼らのトランクにかけられたダイヤルロックを開いてくれ。正解。囚われた被害者を救出せよ。不思議な模様が描かれた2枚のカード。ところが、実はこのカードは送り主からのメッセージを伝える暗号文になっていた。2枚を重ねて見てみると、メッセージが浮かび上がる仕組みになっているぞ。正しい重ね方を予想してメッセージを読み解け。正解。
まだまだだな。ちょっと難しかったかな。正解。 HELP は助けて、 HOTEL はホテル、 IIF-II05 は11階の110号室だから、このメッセージの送り主はこの近くにあるホテルの11階の110号室で助けを求めているってことだ。ここからはセカンドステージに突入だ。どうやらこのホテルみたいだな。なんだ、停電か。まだまだだな。正解はこれ。どうだった？ちょっと難しかったかな。ホテルの11階に着いたようだ。110号室を探せ。
オッケー。ここからはフォースステージに突入だ。ついに部屋の前まで来たな。何か聞こえてきたみたいです。大変ご迷惑をおかけしております。当ホテルではただいまより30秒後に自家発電装置に切り替えますので、まもなく停電は開始されます。切り替えの際には一瞬だけ完全にシステムが停止いたしますので、あしからずご了承くださいませ。これを開けるにはぴったり30秒後にこのボタンを押すしかないということか。どうやらこれが最初で最後のチャンスみたいだぜ。ぴったり30秒後にボタンを押すんだ。まだまだだな。ちょっと難しかったかな。まだまだだな。どうだった？俺が集めた犯罪事例のデータファイル、今回の探偵度だ。難しかったか？ちょっとしたミスが招いた結果かもしれないけど、事件には思いがけない落とし穴がいっぱいあるんだ。そのことをよく覚えておいてくれ。このデータファイルによって君の探偵としての実力はまだ上がるって俺は信じてるよ。いつでも君を待ってるぜ。また会おう。